えー、皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、私たちの教会では、献金額の10分の1をですね、教会外の働きのために捧げています。今、えー、8万9500円ですね、10月10日から16日までの10分の1ですが、これを神様に捧げたいと思います。えー、心を合わせて祈りたいと思います。 天の様、あなたが、えー、安定教会の会計を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。今その10分の1の8万9500円を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれを極めて用いてください。あふれるばかりにおける金銭における感謝をあなたに捧げ、またあなたをあがめます。あなたは豊かに、えー、この霊の祝福を与え、また金銭の恵みを与えてくださっていることを感謝しあります。 イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン改めておはようございます。えっと、イスラエルチームが来週の月曜日から行きますのでね、そのビデオを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 真厉有 「旅人だから永遠を目指して歩む」「変わることないあなたの言葉」「従う力を与えてください」「変わることないあなたの言葉」 疑う力を与えてください」「国籍は天にあり」「永遠の存在」「いつも目の」

えとイスラエルにですね10月30日から11月11日の予定でこう行ってきますどうぞ、えー、と見心を感じている人はねまだ加われると思いますのでね加、えー、わっていただきたいとこういうふうに思いますで私はあのえっ、ー、と まあいずれにしていつ行くにしろ、皆さんがあの一度イスラエルに行くことは見事ではないかと、こういうふうに思うんですね。お金のことをね、どう考えてんだっていうかもしれませんけど、お金はね神が与えてくださいま私、本当にそう思ってるんですね。最初にイスラエルに行ったときに、感動してね、また再びイスラエルに行きたいと思ったんですが、経済的なことを考えたときに、一生に一度また行けるかどうか。 でもね、そう思ったんですよねそしたら、えー、と10回、えー、1年1回で10年いけるように祈って祈りが答えられたっていう人の証みを見な、これはいいなと思ったんですねそれであの皆さんに言ってますけど「10回」でて祈って欲が出たので20回にして欲が出たので30回にして今50回以上って言ってるんですねそれで皆さんね三十数回だから私あの皆さんいけると思ってんですだってアメリカは100回以上でしょ でこの間あの、祈りのことを言いましたけども、えー、っと去年、ね、あなた、エコノミークラスでファーストクラスに乗れる祈りしてませんねって言われたから、したら19回、行ったんですよね。今年はハワーうまくいかないなと思って、祈らなかったらまた祈りなさいって言われて、祈ったら20回ですよね。多分ね、腰の配慮もあるとは思うんですけど <laughs>、それにしたって、だって信じないでしょ、普通。例えばアメリカ100回以上って、だって全部本当だもん。 ね、ですから皆さんね不信仰で言かない人ねあの無理やりさらきに行ったりなんかすることは見事ではないと思いますがち,あのちゃんと祈ったらねあの行ける人も出てくると思いますのでねどうぞそのことを覚えてくださいそれで祈りの時に、えっと、一つ重要なことがあるんですが三つ祈りのポイントっていうのがあるんですねそれは何かというと悔い改めの祈りと。 それから感謝の祈りと求めの祈りってこう3つありますでこの時にえっと悔やるための祈りが基礎になるんですよねそれは何かというと十字架の血療によってイエスの血療によって大胆に神の宮に出ることができて書いてあるわけですねつまりこう悔やるためこれちゃんときちっとやっとけってこれが土台となるとで我々はあの罪を犯したうものですから繰り返して犯す罪もありますよね でその時に一、えっと、つずつ食いはためとく。許されますね。ただ食いはれてる時またやるぞって思ってやらない。本当にやめようって思って食いはためとく。いいですかね。でその上で、えっと、祈り求めの祈りと感謝の祈りっていうのは重要なこう意味合いがこうあります、えっと。祈りがあることは、えっと、実はねすごい恵みなんですね。 私あの、ちょっと経済的なことに悟りですから、いくらも多かったかなと思って考えてるんですけどもね、5億円宝地区じゃ当たるよりもはるかにすごい。私はね、えーっと、あらゆる困難から助け出されたって書いてありますけど、私の,私のあらゆる困難なんて大したことないかもしれませんけど、明らかに助け出されたんですよね、具体的に、神の技が起こってますねで。その特別な鍵をいただいたただで どうぞ皆さんね用いいいいいてたただきたいと思いますそれで、えっと、私たちはあのイスラエルに行く時に単にイスラエルツアーっていうことではなくて一つは、えっと、私たちの目標っていうのは世界選挙なんですけどその究極の目的がイスラエルにあると語られているんですね。で特に、えっと、具体的に言ってきましたよねロシア経由大臣。今イスラエルの伝道をしている日本のキリスト教会ってごくわずかです道が開かれない。 そそういうういよよな状況ですよねねして何をあがめるのかというとねロシア系ユダヤ人の伝道が開かれるためには、えー、とちゃんと従わないといけないという条件があったんですね従ったら開けるそしたらね20年経って開かない30年経って開かなかったかなだから皆さんね、えー、と祈りは忍耐を持って祈る。 だ,だってみんなそんなもんでしょ、最近開かれてきていることを見るとね、20年、30年、ざらですよね、あの具体的にね。そうしましたら、どこで起こったのかっていうと、えー、っと物事が起こるときには本当にこう神様の働きがガラッと変わりますよね。それは何かっていうと、チェコにね、殿堂に行ったときに、サリーさんがね、チェコの教会に参ったんですね、我々が来たから集会に来いって。 えーまあ、誘いのあれですね恋、恋なんで強引には言ってませんよ。そしたらそれをロシア系ユダヤ人の牧師が見たんですね、招かれてきた人ね。で、そこで正解をやるレオンさんが見たんですね。で、重荷を感じて、こっちに連絡を取ってきたんですね。で、なんと連絡を取ってきたのかっていうと、今、ロシア系ユダヤ人の伝道をしてます、イスラエルで教会を持ってやってます、私たちの働きを助けてください。感謝しまーす。 まああのな,なんで感じするのかというと考えられないん、ね、だって私たちはロシア系ユダヤ人の伝道をしたくて30年探し回って何にも開かれないそしたらロシア系ユダヤ人がロシア系ユダヤ人のほうからロシア系ユダヤ人の伝道をしてますけど手伝ってくれませんかというのを鴨がネギを知ってやってきたね。まさにあの主の、ね、働きが起こるときのすごさということを感じますよね。 ですから皆さんね、一つはそれがあるんです。えっ、ー、と、イスラエルに行って多くのことが示されるってね、まあ、神の国の象徴だから、特別なことがありますが、一つはそれがあるということですね。それとともにですね、えっ、ー、と、今日はこれで終わっちゃったりして、年度の始めが11月とな,なってるんですね。で、神様はイスラエルに行くとき、イスラエルから、えっ、ー、と、 始めなさいイスラエル人としてですねこういうふうに言われたんですねそれでイスラエルに行くのは11月なので年度の初めは11月と導かれたわけですねじゃあねどうしてイスラエルから始まるのかイスラエル基地いかっていうとねそう,そうじゃなくて <laughs> イスラエルはね神の国なんですねえっとどうして神の国かっていうともちろん神が今選んでるっていうことが一つありますがもっとあの 決定的な理由はですね千年再臨が,ままが起こった時にそこにエルサイムを中心にキリストが世界を統治するって書いてあるだからそこが千年王国の中心になってくるわけですよねそうしますと当然私たちもそこにいると考えられますイエス様と一緒に再臨するんだからそれとその後千年経ちますと天のエルサイムがあのエルサイムのところに降りてきて そここが、えー、と神様のおられるところとろなりますねで天のエルサイムは天国のことですけどもこの天のエルサイムが私たちのふるさととわれているところです。ということはエルサイムに住むわけじゃないけどエルサイムの上に降りてくる天のエルサイムの中に住むということになってつまりねそこが神の国なんですよね。具体的にね。ですから神の国から飛隆者としてスタートしなさい。 私たちはこの世で生まれてこの世で育ってますが使わされたものであって使命があるぞということを主がここで語ってるんですね。それからイスラエル人としてっていうのはですね何を言ってるのかっていうとイスラエル人っていうと2通りあるんですねイスラエルと霊的なイスラエル聖書に2つ出てるんですね。霊的なイスラエルっていうのはクリスチャンのことです。 でこのクリスチャンが真のイスラエルの恵みを引きます。まあ、イスラエル人もその恵みを受け継ぐんですね。ですから、神の国のものとして神の国から使わされてこの世における使命を全うしなさい。でそういう意味なんです。だから何を言ってるのかというと使命を全うするっていうことをね、ここで言ってるんですね。それでもう一つ秘密言っちゃいますけど。<laughs> えーと これはねあのー、予言の内容なので具体的にどうなるかっていうのは頭の隅に置いてね、えー、見とくっていう必要があります。それは何かというと入江コラマさんっていう有名な予言者が、えー、っと戦時中ですねそれはお母さんの身に起こったことなんですが乳がんで死にそうになったんですよねお母さんがね。で入江さんはユダヤ人。ね、そこで、えっと もう死ぬっていう時に癒しの電動車が来たのでその人を呼んで祈ってもらったら癒されちゃった。ね、なんかがんの、えー、お乳の下から新しいお乳が出てきて癒されちゃたで。そこでですねリバイオンが起こったんですね。でリバイオンが起こった時に予言が4つ出たんですね。で2つ言ってないんですよ私 <laughs> まあでもよくよく考えてみれば予言っていうのは知るために言ってるんだから、うんね、これは別に秘密にしとくんだったら秘密に、ね、言わない方が秘密になるわけだから、ね、でも言っていいかなと思ってね、えー、言ったんですね一つはね日本が世界戦争に負ける1942年でしたからねまだ45年の敗北には至ってないとこれが一つもう一つは 日本が戦後復興してね経済的にトップになるとまさにそういうような動きが起こりましたねもう一つはえっ、ー、とね終末のリバイバルが日本から始まるこれはもう一つのようですねでもう一つは日本人は、えー、重部族であるユダヤ人であるでそういう予告ですだからイディさんが日本に来るときに これいつも言ってるんですよね何を言ってるのかって日本人と付き合うと我々一緒だと思うとなんかその霊的なことがね心理的なことが一緒だっていうふうに言っておりましたもちろん皆さんねえっ、ー、とリバイアンが起こるかあのとかユダヤ人かっていうのはね、えー、頭の横に置いといてください で今のところ別にユダヤ人であったとしてもなかったとしてもその大した差はないとただしもしそうだったら非常に激しい迫害を受ける <laughs> ですからそういうような状況ですよねただしそれはそれとして、えー、と私たちの運命としては、えー、と霊的なイスラエル人としてねこの世における気流者として伝道していくっていうことは、ね、非常に重要な言葉です、えー、ただ、えー、実はね 私たたちちの前にいるる人たちがみんんな言ってるんですそれは何かというとジョージ・ラビングドナー・ラビングってね私たちの宣教を手伝ってくださった人がねもうジョージさんと天されたんですが最後にお会いした時言ったんですね日本人はユダヤ人だって言っていました具体的にねそれとえっ、ー、とおそらく 井上先生と蔡先生が亡くなる時あなたは聞くべきことがあるって言った時に私聞かなかったんですよねそれがそのことだだろうと思いますというのはイリーさんが喋りますって言った時にイリーさんが喋った内容はこれだったと思います具体的にねまあ、ともあれえー、っとこれが本当であっても本当でなかったとしても、えー、っとユダヤイスラエルにおいては特別な関係があるということをね どうぞ覚えてておいいください皆さんが例えば、えー、青森県出身であって田舎は青森だっていうかもしれませんが田舎はエルサレムです。<laughs> どうぞお間違いになりませんよに <laughs>。ね、沖縄じゃない、エルサレムであってね、遠くでもないし、そういうところであるということをね、覚えておいてください。それで、えっと 映画はね昨日から始まってますのでその予告編をちょっと見ていただきたいとこういうふうに思います。神様軍兵が無事に ちますように神様無チに育って大人になってから人様にはご迷惑をかけずちいとでもええことをするものになりますように岡山の本郷から参りました山室です当社で勉強することができる新島先生のところで勉強することができる。 だからこそ同志社はこの一国の良心とも言うべき人々を養成したいと思っているのです新島先生は亡くなりましたが新島先生を導きくださった神は生きています僕はその精神の世界で人の役に立つって決めたんです誠に誠に私は今神のおかげでここにいるのでございますあなたは初めて私によって 神に導かれた方です身も霊魂もすべてあなたに差し上げますどうか受け入れて清め私を人々の救いのために働かせてください誰にでもわかるように福音を伝えるものとならせてください明日の時代を作るのはこの子供たちなんですこの子供たちを育てるのは大人の責任です 文明開化で世の中が変わっても苦しんでいる多くの人たちがいるのは変わりありません,んそういったことを議論するより、うん、現世の救いのためにいきたいのです 人が笑うと自分も嬉しいですよね愛です愛のために命を投げうつ覚悟をしたんだろう一番優れているのは愛です,愛です神の言葉を伝えるにはまず愛することから学ぶべきです愛ですね愛です We are prepared to die to ハレルリーハレルル明治になっても百姓は生かさず殺さずという江戸時代からの政策は続き娘を売らないと生きていけない貧しい人たちがたくさんいたのは変わりありませんでしたこんな綺麗なベベ切れるようになったか。毎日白い飯もたらく食えるようになったやろうでも出てこいやおい

そして罪と疑わしくことを消したりこれからはただ神がなれと仰せられるままとなりなせと仰せられるままをなすためだけに生きながらえることを誓います。 えっと昨日からですね、えー、東京では新宿の武蔵野館なんか、えー、っとその隣で樋口君がガードマンやってるそうですけどもその隣の蟹屋でクロちゃんがアルバイトしてるそうです <laughs> だから篠塚さんにしたうろちょろしてる場所はでそこで、えー、っと朝10時からね 1>, 1回だけなんですけど、ありますけども、3週間ぐらいやるのかな。えー、ですからね、どうぞ皆さん、いろんな方々を連れて行って、また伝統的にも用いておいてください。<はい S 1> そしてえと映画ではね、私たちがより強い興味を持っているのは、我々が映画を作ろうとしているからですね。で、予言を通してね主が指名されたんです。 26戦場を出すとそういう予告なんですねまあ,あのとんでもない話であってねそんな馬鹿なことはできるかっていうふうに思うことですけどもでもそれが主から来ていればそれはねえっと主はそういうことは全能の力を持っておらますからねこうできますじゃ明らかにあの主から来てるだろうなと思われるいくつかのポイントがあるんですねまあそれは一つは何かというと日本文化が今ね 世界的に受け入れられているって今までにないあの状況ですよね。で私の,あの時代にはですね池田首相がいてねトランティスさんのセールスマンとかなんか言われて日本は経済ばっかで文化は全然ダメだって言われてたのがじゃん全然違いますよね。それと共にでですすねね、えっと、一つ奇跡が起こったんです、ね、でそれは何かっていうとねアメリカの有名なプロデューサーハリウッドのね重鎮。 そしてね、アニメの、モーセのアニメで作ったそのえ、えー、と人え、モーセの何の立場だか知らないけど、とにかくその裏,裏の人、で今、えーと、映画祭やってる人、その責任者ね、えーと、こんなことがあるんですよね、ちょっとね、びっくりいたしましたね。それは何かというとね、なんかどっか経由で成田に来て、成田からロサンゼルスに帰るんですっ、ね、て。 そしてね、飛行機は成田まで来るんだけど、ロサンゼルス行きの飛行機は名古屋ってんだよね。そんなバカなこと聞いたことない。だって、ロスからあんないっぱい、成田からあんないっぱいロスに飛行機出てるのに、ロスに来て、なんで名古屋に行くのね。で、その間はね、電車で行かないといけないって言うんですよね。それでね、助けてくださいませんかということで、 久保田君が言ったんですねだからその成田からね名古屋までの間久保田君喋りっぱなししかもパあのねねハリウッドのプロデューサーでしょ、えー、しかもね、えー、アニメにかかってる人です重心、ね、で力のある方ですよねそしてね言ったんです我々の計画を。ね、そしたらね感動されてあのぜひ 協力したたいっっってもうはっきり言ったんですねもう始めましょうっって言ったんでですねでも始めたいんだけどこれがない <laughs> ねもう500円とか1000円ありますけど始めるのは5億とか50億とかそんな感じでしょねあのどうぞ皆さんねそんだけお金持ってる人がいたらすぐ申し出てください <laughs> そしてね今あのハリウッドのえっと映画を通して伝道する働きの日本代表になってますね幸田君はねそして あのハリウッドの映画祭ねあれテレビ放映されるやつですねそれに出て重要な役割を果たしているんですねしかしそれが目標ではなくて、えー、と映画を作ることが目標ということですですからねどうぞあのそのことから覚えておいてくださいそしてね時代の変遷とともに高10年アメリカでもね今までにないことが起こってきたんですねそれは何かっていうとね優れたクリスチャンの映画ができてきたんですねで できてきた時にねどうできたのかっていうのは映画会社がやったんじゃなくてね教会が作っただからいくつかの教会が映画を作ってきてそれがねハリウッドで大ヒットするっていうことからもねいくつも起こってきましたおそらくね死はその流れだなというふうに感じてるんですねですからねどうぞあの覚えておいてくださいもちろんあの神様の働きっていうのはね待ってれば上から起こってくる働きもあるんだけど しかし目標に向かって信仰の歩みをすることによって神様の働きが起こるという働きもありますね。ですからこのえっとハリウッドのえアニメの事柄はねこの信仰の歩みと重要な関係があると思いますのでねどうぞ祈っていただきたいと,思うと,とともにこれからね主がね何をなされるか期待しつつあの見ておいていただきたいと思いますね。神は生きてて働いておられますので の起きている人も起きていない人にもいとよも働いておりますので、ね、まずそのことをね覚えておいてください。一分動画はい。皆さんこんにちは。今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。目次録九章十四節から十六節を見てみましょう。ユーフラテス川は。 シリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川ですそのユーフラテス川につながれている4人の見つかりとあるのでこれはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現ですニュー,ヨークという数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますがそうであれば中国を象徴する川黄河か揚子江につながれる4人の見つかりという表現になるでしょうまた中国軍は第6の8に出てくるので この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります第6のラッパで人類の3分の1を殺してそのまた3年後に再び来るということは考えにくいことですここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょうそうなると中東つまりイスラム教ということになります中東イスラム教でも2億ははるかに超えています イスラム・ゲリラは核を持っていると思われますがそれが現在使われていないのは四人の密会がユーフラテス川で繋がれているからだと思われますイスラムは第四の封印にも関わると思われますが第六のラッパの時本格的な凄まじい働きに入ります騎兵の数は2億とありこれは悪霊の数か悪霊につかれた人の数と思われ凄まじい数の者たちが動き始めることになります第四の封印で人口の4分の1が死に さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にますつまり、関南時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますがこれらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要がありますそれではまたえっとイスラム国がね崩壊したということで えちょっとねえと明るいニュースのように言ってますけど崩壊はあのイスラム崩壊したかもしれないけどイスラムの動きは崩壊しておりませんこれからはもっとひどいことになると,えと目視力をあの調べていてね当初イスラムに対するあの見方っていうのはそんな重要な役割を果たすって見方はしてなかったんですねこ,この場所も中国軍がユーフラテスを越えてくる っていうふうふに解釈,する解釈が大きかったんですねしかし明らかにユーフラテス川の見会をですね,ね解放するって書いてありますのでユーフラテス川で象徴されることであるとするとイスラムのゲリラ的な動きとかねイスラムの戦争の動きとかねそれが明らかに現れてくるわけですね。ですからえっとイスラムが出てくるぞ というふうにこう感じてましたけど、今の段階になるとね、それがはっきりと出てきています。また、それが崩壊したときにね、かなりの核兵器がえと余方不明になっているというので、多くのものはイスラムの方に入っているだろうと、こういうふうに思うんですね。これからいろんなえと問題とか困難が、この中で起こっていきますので、そういう時代に入ってきたと。しかし、市はですね、その時代に大きな働きをしようとしてますので、気流者としてね、 さらに見心をな人いていただきたいとこういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいんですが、えっと神の働きの方向っていうのは一つえー、っと明確なことがあります。それはですね、私たちができない力がないっていうことを教えていく方向ですね。例えばえっと罪においてもね、私たちは力がないもの。 いろんな事柄においてもできないっていうことをね神様が教えていきます。それはいろ、えっと、んな、えっとね、生徒の歩みを見てもさらに、えっと、電気なんかを見てもね同じような形で神様が働いてるいうことに気が付くんですね。でだぜおさんはね、えっと、ク空ャになろうとしたんだけど立法できないので私は空ャになれないって言ってやめたっていう。 けどもえー、それは一つのことを表していますしかし神様はねできないってことを教えることを通して何をしようとしているのか死のところに来なさいって言ってねで死に頼りなさい、ね、その時に、えー、と主の働きと技が起こり始めるだからそれが一つ大きなポイントとしてあるということをねどうぞ覚えておいてくださいそれでもう時間なくなっちゃったら余計なこと言ったから <laughs> えっとで私はできないけど主はできるっていうことね、えー、学ぶことを通して、えー、主はですね主の恵みを我々に表そうとしているのとともに主の働きを全うさせようとしているっていうことをね非常に強く思いますそしてね私はね幸運だったなと思うのは皆さんもそうですけど祈りを知っていたから だからね、どうにもならないことに追い詰められたことが何度もあるんですね。全部逆転しましたね。そしてね、これからも逆転するってことが分かってます。それは何かって言うと、私には対応できないけど、しかしですね、神様はできるんですね。で,できないってことを教えるのは、自分に頼らないため、神様に頼るため。 神様にやっていただくためってことが一つ大きなポイントであるということね、覚えておいてください。お祈りします。手の妻、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご用事と宮沢をらしてください。なんかポイントのことで否定的なことを言っている方がいらっしゃいます。そこは信仰告白をしなければならないところなんですが、否定的なことを言っているのでその主の手を留めてます。これちゃんと信仰告白するように手を当たっている方がいらっしゃいます。 手のはどうぞ豊かに導き、サインご用心、宮沢を荒らしてください。なんか癖のように私はだめなっていう、そういうようなえ状況の方がいらっしゃいますこれはもうちゃんと悔やためて、主にあって、この全てのことができるっていう告白に切り替えるように、一生は語っています。と,と何か非常に自信のない方がいらっしゃいますが、 祈りと従うことを通して主の御心を求めることによってそれは大きく変化していきます癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の悔い改ための時これを持ちたいと思いますそれでは各々で癒しのためにお祈りください手の様はお人よしとのカード精神に触れ癒しを行い会を行ってくださいイエスキストの見合いって病の力を打ち砕くイエスキストの見合やってめずお人よしとのカード精神から病の霊を抑え エススキトのやされる、やしれる、やされる、やされよやされよやされよやされる、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 やされる。えっと、口内炎の下、下のところが口内炎になっている人がいますけれども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様まどどどいたかに導いてください。右のところがちょっとアトピー性皮害になっている方が癒されました。えっと、心臓がちょっと悪い方が癒されました。 イエスキリストの宮へってお人お人の過渡せにイエスを宣言する感謝しますイエス様の名前によってお願いいたしますアメンどうぞお立ちください 願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに常しえにありますように。アメンどうぞお座りください。報告をいたします。えっ、ー、と、イスラエルチームが、えー、行きます。まだ申し込みできますので。 待ってください。教会総会が11月25日ですね。はい、よろしくお願いします。関西政界が明日からあります。はい、えー、っとオーディションに勝ったグループが12月24日の GTTV スペシャルコンサートに出ます。下記のチームですね。はい、街道でゴスペルの 総理が10月28日に行います新年度礼拝は11月の一番最初の礼拝ですけど、えっと、ガリアの新年度礼拝は同時中継しますので多分午後4時か5時ごろだと思いますねインターネットで同時中継ですアルベルさんの礼拝もやりますそれは6 7時か8時ごろじゃないかなはい と感謝の正式討論会は四時二十三半、ね。はい。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。江東区からのお知らせです。今しの土曜日ですね。二十八日、この場所で六時半から。ゴスペルの集いがあります。楽しいティータイムもありますので、ぜひいらっしゃってください。お待ちしております。えカンボジアチームが一月の。

はい、よろしくお願いします。正解からのお知らせです。今日は二時十分から会談で合同ヤング礼拝があります。午後三時から会館で学生会の。今日のメニューは。辛くて美味しくて温まる。寒い冬にぴったりのキムチチゲ鍋です。ヤング学生の皆さん、ぜひお越しください。 10月の30日から11月11日までイスラエルチームが使わされます。この派遣にはどなたでも参加できます。ホテルの部屋を取る締め切りが今日までなんですけれども、明日以降も、えー、トライはしてみますので、えー、決まった方はご連絡ください。現在の飛行機代は23万6500円、現地ツアー代は2182ドルとなっております。詳しいことは、成城から流れ出るミッションのホームページをご覧ください。 それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。